完全にね、完璧、ちょ、やめて、おつけ、飛びますよ、あーやべえ、おつけ、飛びます、深呼吸、深呼吸、ブロリーのペクトリスメイジャーの呼吸、おつけ、なんとね、激烈の激烈ブロリー。いやもうね、このブロリーを手に、やばいわ。もうとりあえず開けるか、もう何も言わずにもう開けよう、とりあえず。やべえ、もう手が震える。握力が震える。もう激レアっちゅの激レアのブロリーをゲット降臨してしまうという奇跡裏のレベル6戦。ガイレチュのガイレチュのガイレチュのパワー、ドゥルッドゥー。まずは見てほしい。まずはでも出すから見てほしい。ジャージー、わー、幻じゃない、本物だよな。なんとね、もう、この時点でやばいのわかるでしょ。単色の、ドラ消し。ドラゴンクエスト消し、あ、ドラゴン、ドラゴンボール消しごめん。つうのかな。ドラ、金消しみたいなさ、昔流行ったじゃん。俺も昔めっちゃ持ってた、ドラゴンボールのやつ。で、その、普通はこれぐらいサイズなのね。こんぐらいのサイズ。普通は大体これぐらいなんだけど、ブロリーはめっちゃでかくて、なんとね、上半身と下半身分かれてんの。それの合体だったんだよ。そのブロリーを、しかもこの色。この色で、ゲットコーリー。してしまったという。やばすぎるでしょ、下半身でこのデカさだからね。普通はこんぐらいのサイズなんだよ、本当に。普通の、俺、いろんなの持ってる、今もあるけど、普通こんぐらいなの。これがちょっと大きいやつもあるけど、大体こんぐらいなんだよ。しかし、ブロリー下半身だけどこれだからね。どんだけデカいんだっつんだいと、ペクトラスメジャー出るときに、やばいでしょ。それでは、ここに封印されてる。ちょっと見える。うわ、見た。筋肉だ、やべ、トレーニングしたいね。やべえ、よ、わかるよ。わかるよ。みんなの言いたいことわかる。トレーニングしてよな。ベンチプレスで追い込みで、しかしこれを見た後に、こういう筋肉で俺もなるんだぞと、この形になるんだぞと、イメージしてから、行くという、わ、ぽー、見た。行くぜ。ドゥルル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 、トツカデッテ、トツカデッテ、ドゥドゥルドゥルルルドゥルルドゥルドゥドゥドゥルルドゥドゥルルドゥルルルルルルルやめて、汗が、あんまちょっと素手で触りたくないんだけど、手袋するとね、触り、持ちにくいから、ちょっと手袋した方がよかったかな。もうこれ激レア中の激レアだからね、ブローリードラ消しのブロリー。こんなでかいんだぜ。かっけ、めっちゃかっけ、めっちゃかっけ。やばいや、マジこれあんま触りたくない。ふーわ。いや、もちろんキューブロリーだからね。もちろんキューブロリー。キューブロ。すげえ。これはもうね、加工する加工道具じゃないからね。まさかこれゲットできるなんて、手に入るなんて。まさかだよ。もう今まで持ってるブロリーだから一番これ今もうやばい、燃え上がってる、ナンバーワン加工レベル。今までいろんなブロリーゲットしてきたけど、持ってるけど、これナンバーワン、レア中のレア中のレアのレベルが違う。もう手に入んないからね、こんね、これもう他のやつはある程度金出せば手に入るんだよ。でこれはね、もうなくもないから、そもそもあったとしてもバカだけんだ。それをね、ついにゲットしちゃったっつ。うわぁ、コレクションだわ、これは。コレクション中のコレクションブロリー。すっげぇかっこいい。みんなもぜひ、このブロリー、まだブロリストで持ってない人いたら、ゲットしてみて、見つけたら、ゲットしてみて。ブロリー、みんなでゲットしようぜ。みんなでゲットして、この感動の興奮、喜び、筋肉、ペタスメーション出るといて、共有しようぜ。みんなで分かち合おうぜ。いや、みんな見たかったら、触りたかったらいいよ。オレンジ切ったら、見してあげるわ。触らせてあげる。いいよ。触って。手袋しろとか、やばなことは、今、すでに触っていいぞ。いやー、すげえ。これみんなにやっぱこういう、いいものはみんなに共有しないとな。分かち合ってこそ真なる価値が出るからな。このブロリーだって。いやー、かっこいいわー。すげえ。もう筋トレのやる気も増しますしだわ。ということで、今回は、なんと、激レチュの、あの幻のブロリー、ドラゴンボール消しゴム、ドラ消しのブロリーを、ゲット攻略することができました。ありがとうございます。うわぁ、これは、
半端じゃん。あのね、こうもう一回やるけど、これだからね、このデカさだからね、上半身と下半身分かれてんの。これもう永久加工だな。もうあそこに飾ろうかな。後ろに。あそこに、ブロリー。あそこに行っちゃう。あそこ全部デスピーで、最終的には埋めようかなと思ったんだけど。デスピーもこの前単色のゲットしたじゃん。あれもドラ消し、こっちもドラ消し。まあ、読み方間違ってるかもしれないけど、ドラゴンクエスト消しゴムに、ドラゴンボール消しゴム。でも調べたらそれで出てくんだよね、ネットで。当時なんて読んでたっけな、これ。確かガチャでゲットしてた記憶あるんだよな、当時。確かね、食玩のもあったはずなんだけど、ドラゴンクエストのやつとかは。いや、すげえ懐いわ、マジ。このブロリー手に入るなんてな。一生第二章もこれから。俺の持ってるやつ全部並べてみんなで見てみようかな。前見たっけ？そうだ、前なんか見たような気がするな、前な、動画で。でももう一回ちょっと今新しいのも増えてるしさ、動画で撮ってないフィギュアとかもあるから、たくさんちょくちょくゲットして、コレクションして、まあこれはもうかっこよすぎるから、撮ってみんなで見ようと思って撮ったけど、撮ってないのもたくさんあるからさ、それも含めて全部並べてみようかな。ドラ消しのね。めっちゃかっこいいわ、このブロリー。もうずっと見たらいいな。やばくない？このかっこよさ。ほら、見て。これも芸術品だよ。当時のやつゲットできちゃったよ。すげえ嬉しい。ずっと見ていて、ね、もう一回回ってみるか。せっかくだからみんなで見てさ、じっくり終わろうぜ。これはもう見ないとな。うわ、すげえ。この、ペクトスメジャーデルトイにならんとな。日本の男ならばな、かっこいいな、これな。それでもまた次回。次もまたできればヒルデガンゲットしたいんだけど、ヒルデガンゲットしたら、またみんなで見ようかなと。思っておりますということで、ヒルデガーのね、開封レビュー動画でお待ちしましょう。今回は、ブローリーが対話するブローリーでした。めっちゃかっこいいよ。ほんとマジこれ超レアだから、みんなもぜひゲットしてみて、マジで。めっちゃかっこいいから。これもおすすめだ、ブローリストにおすすめ、特に俺みたいなブローリストにおすすめだから。これ泣くぞ、ほんと。こんなもん来たら家に。いや、嬉しいな、加工が増えたわ。ありがとうな、ブローリー。来てくれて、じゃあもう触りたくないんだけど、やっぱ筋肉を感じないとな。触ってこのデゴゴ筋肉を。かっこいい。ありがとう、ブロリー。英雄のタグと早速飾ろう。ちなみにね、自立させると、あんな感じね。うわぁ、すげえ。自立すると。いや、化け物だね、でけ。ほんとでかいんだって、これ。普通のドラ消しのサイズじゃないんだよね。普通のやつの2倍くらいでかい。ほんと。すげえでけえわ。こんなにでかいんだよ。今度普通のやつを持ってくるわ。で、比べよう。ちょっと失敗した。今回普通のやつ持ってきてないから、今度普通のやつ持ってきて、それで比べよう。マジでかいの分かるよ。こいつがいかにでかいか、どれだけでかいかっつー。